ャンヌ・ダルク、振り向けば、歌詞を解説。春の別れが切ない映画の主題歌。1996年に結成し、1999年にメジャーデビューを果たしたジャンヌ・ダルク。大阪出身の5人のメンバーで結成されていたビジュアル系ロックバンドです。ビジュアル系ロックバンドでありながら、そのキャラはバラエティ。とてもユーモアがあり、親しみさえ感じるバンドです。そんなジャンヌ・ダルクですが、彼らの地元である枚方という地域を舞台にした映画があるのをご存知でしょうか。その映画には、なんとメンバーが出演しています。そして主題歌はもちろんジャンヌ・ダルク本人。これについて振り向けば、の歌詞とともに物語を紐解いていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。きっと彼らの新たな魅力に気づけるはずです。説明するために不可欠な映画の内容が一部含まれますので、絶対にネタバレが嫌だという方はご注意ください。2019年4月に解散を発表したジャンヌ・ダルク。映画、枚方の主題歌である、振り向けば、は映画のストーリー同様に青春時代を描き、微笑ましくも別れの切なさ、そして未来への期待が盛り込まれています。卒業ソングとして多くの人の心に残る一曲です。ジャンヌ・ダルク出演映画、枚方について、枚方は、ジャンヌ・ダルク出演の2004年に公開された日本映画です。この作品はジャンヌ・ダルクのメンバーの母校である大阪枚方西高校で、2003年11月18日に実際に行われた彼らのシークレットライブが、ドキュメント映像と若手俳優たちによって、高校生やバンドファンの女性たちのフィクションの青春物語を織り交ぜた異色の演出で書かれています。大阪枚方西高校に通う、ユージ、ケンタ、イクミはバンドを結成しますが、ライブハウスで喧嘩を起こして、出入り禁止になります。そんな中、4人は卒業生のプロのバンド、ジャンヌ・ダルクが体育館でライブを行うことを知り、というあらすじです。メンバーの母校、大阪府立枚方西高等学校を題材としてますが、ベースの川湯のみ、西方西高出身ではありません。枚方、というのは大阪の地名、枚方です。この映画の主題歌を手掛け、また、ジャンヌ・ダルクとして映画に出演しています。西方西高校の OB として学校でシークレットライブをするという演出です。この青春映画にぴったりの卒業ソングである、振り向けば、歌の中にも青春が詰まっています。この映画では一条悟志、柴木健や堀北真希などが出演しています。映画はドキュメンタリーの内容になっている青春映画です。その主題歌である振り向けば、ジャンヌ・ダルクの25枚目のシングルで、デスティネーションと両 A 面シングルとして発売されました。前々作の月光下のヒットに続き、前作ダイヤモンドバージンも売れ行きが良くて、その流れに乗り、オリコン最高位2位と躍進しました。また、月光下以来2作ぶりにオリコン年間チャートにもランクインしました。季節感が出る風景画的な作品は、これまでも何曲か出していましたが、卒業ソングというドンピシャのテーマ曲としては初めての試みでした。映画枚方の主題歌に起用されていた未発表曲で、自身初の映画タイアップとなりました。卒業をテーマに制作されたバラードナンバーであり、カーユがシングル表題曲の作曲を手掛けた唯一の楽曲でもあります。ちなみにこの曲で、ポップジャムに出演した際のトークで、同高校を卒業していないカーユが作曲を担当したことについて聞かれると、カーユは、枚方を作った思い出を僕なりに曲にしてみようかと、答えました。前々からシングル候補になっていましたが、タイミングが合わなかったことを理由にリリースを先延ばしにされていました。しかしファンの熱い要望により、2年の歳月を経てシングル化となりました。シングルとして発売するにあたり、映画版からボーカルの取り直しとストリングスパートの差し替え、シンセから生ストリングスが行われました。ちなみに両 A 面シングルの2曲目、デスティネーションは、Xbox360 専用ゲームソフト、オーバー G のテーマソングに起用されました。ゲームソフトのタイアップを手掛けるのは、Feel the End 以来14作ぶりで、アルバム収録曲を含めると、Wild Fang 以来となりました。シングルでは初めてキヨが作詞をしており、この曲の歌詞は当該作品をイメージして作詞されています。
さらにこの曲は、数少ないカーユのベースソロがある曲の一つです。一方ギターソロの部分についてユーは、あまりテクニカルなフレーズだと、戦闘機だから墜落しちゃうかなと、大空を優雅に舞うようにメロディアスなフレーズにした、と語っています。それでは、振り向けばの歌詞を紐解いていきましょう。振り向けば君がいて、また何気なく、笑いかけ。今日、最後の制服、少し無理やり、おどけてみたりして。この校舎で、初めて出会った時、君のその笑顔から、すべてが始まったよ。最初から何か通じ合うものがあったのでしょう。きっとすぐに打ち解け、仲良くなったことが推察できます。そして卒業の日を迎え、寂しく切ないと感じます。しかし寂しさを隠すようにいつも以上に明るく振る舞おうとしているのでしょうか。桜舞い散る今日の二人流した涙は、君が大人になるたび大事なものになるから。窓に映る景色は時とともに変わるけど、君の心に映る景色は変わりはしないよ。今はすごく寂しくて、そして一緒に過ごした日々を思い出しての涙なのでしょう。ずっと一緒だった仲間と明日からは毎日会えないのです。同じ制服を着ることももうありません。しかし、終わったのは学生生活だけです。これまでの思い出は忘れません。そしてこれからも仲間であることに変わりはないのです。肌寒い春の風、広いグラウンド、立ち止まり。楽しい日も辛い日も、いつもそばに、笑顔の君がいた。もう今日から歩く、それぞれの道。行き先は違うけれども、目指す場所は、光あふれ。学校の中のあちこちに思い出があります。たくさん話をして、時にはじゃれ合ったりしたことでしょう。喧嘩もしたかもしれません。どんな時も一緒に過ごし、楽しさも辛さも共有してきました。一緒に笑ったり、励まし合ったり。もう同じ場所で同じ景色を見ることは少なくなってしまうけれど、これからはどんな未来が待っているのでしょう。もしかすると辛いことの方が多いかもしれません。しかし、これからも励まし合って、素敵な未来へ歩みたいですね。あの頃から何年、この先何年経っても、ずっと覚えててください、また思い出してください。卒業から少し時間が経ったようです。それでも仲間同士の友情は変わりません。頻繁に顔を合わし、会話ができればいいですが、違う道を歩んでいるとそうはいきません。たとえ普段なかなか会えなくても、思い出は消えません。そして関係性も変わりません。何年も連絡を取っていなくても、また会えばあの時のように話せるでしょう。その時はたくさんの思い出話で笑いたいですね。そして今の話もしましょう。長い旅路のどこかで、傷つき迷うこともある。辛くても春が来るたびまた、桜は咲くから。君の元にだけ、ラララ。どんな時も時間は流れていきます。そして肌寒いあの季節がやってきます。自分だけの思い出、自分たちにしかない思い出。それを思い出して、また次に進めるように頑張りましょう。今まで何度も繰り返して聴いた曲でも、改めて歌詞を紐解いてみると、より一層その歌詞の物語を感じることができます。もしこの動画が気に入ってくださいましたらコメントや高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。